どうも、ワニです。今回は今ちょっと話題になっている爬虫類系 YouTuber が爬虫類に生き栄を与える動画を上げたことで動物愛護団体の方に告発されたという件についてお話ししようと思います。これは生き栄を与えている爬虫類 YouTuber 全体が対象となっているわけではなくて、一人の過激な爬虫類 YouTuber が告発されたという件です。もともと爬虫類界隈では結構問題視されてた人物だったんですけども、ついに動物愛護団体の方に告発されて、それがネットニュースの記事になったことで爬虫類界隈以外の人たちにも認知されるようになりました。それについて法律を含めた解説や一爬虫類 YouTuber としての自分の見解なんかをお話ししていきたいと思います。まず今回話題になっているネットニュースの記事にはこうあります。生きたウサギやハムスターをヘビに食べさせる様子を配信していた自称 YouTuber の男性を動物愛護団体が虐待に当たると刑事告発した。動物愛護法は正当な理由なく危害を加えることを禁じるが、生き栄に関する規定はない。動画の内容をどう評価するか捜査機関は難しい判断を迫られそうだということなんですけども、動物愛護法、正式には動物の愛護及び管理に関する法律っていう名前の法律なんですけど、これは愛護動物をみだりに殺しまたは傷つけてはならないってなってるんですよね。で、愛護動物っていうのは人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもののことです。なんで両生類とか魚類とか虫なんかは動物愛護法の中では動物という括りにはなっていません。で、このみだりにという文言が、結構抽象的で議論の争点になっている部分でもあるんですけど、みだりに、つまり、これといった理由もなく動物を傷つけていた場合、虐待となります。当の YouTuber は生き餌しか食べない個体がおり、ハムスターしか食べない時期があるので与えたっていう風に発言してるって書かれてるんですけど、これが本当であればペットを生かすための求人という理由から、みだりには該当しなくなるのかなと思うんですけど、本来生き栄を与える必要がない爬虫類にも生きたまま与えていたんであれば、みだりにと判断される可能性も十分にあると思います。またネット記事には書いてありませんけど、俺の把握している限りハムスターだけでなくインコも生きたまま与えていたんですよね。で、通常爬虫類の餌として販売されているのは、哺乳類であればハツカネズミかドブネズミ、鳥類であればウズラかヒヨコなんですけど、ハムスターやインコを餌用として販売しているお店っていうのは見たことがないんですよね。ハムスターやインコしか食べないっていう状況もちょっと考えづらいんで、もし動画映えのためにウズラやヒヨコで良かったものをあえてインコやハムスターにしていたんだとしたら、これもまたみだりに傷つけていると判断される可能性があるかなと思います。とはいえ、このあたりの判断はね、難しい部分なんで、本当にもうお役所の判決を待つ形になるかなと思います。次は倫理的な話を自分の見解からお話ししていきたいと思うんですけど、まず生き栄を与えるということ自体に関しては悪いことではないと思ってます。それを動画にすること自体もそこまで悪いことではないと思います。自分たちが食べているもの、ペットに与えているものそのものでなくても、原材料なんかには必ず生き物が使われています。その命を奪って生きている、飼っているっていうところは直接的か間接的かの違いしかありません。生き餌しか食べてくれないっていう子は実際にいますし、体温だったり動きだったり匂いだったりがあった方が食いつきが良くなります。で、俺自身生きたネズミやヒヨコを餌にしたこともあります。それは自分のペットの命をつなぐためで、そもそもそんなペット飼うなって言われたらそれまででもあるんですけど、ペットの飼育だけじゃなくて人間の娯楽っていうのは直接的でないにしろ、巡り巡ってどこかでは必ず少なからずは何らかの犠牲を払って成り立っているものだと思います。そういった趣味を否定することは、もう娯楽そのものを否定することにもつながりかねないと思いますので、それもまた違うかなと思います。という理屈を抜きにしても、肉食の生き物の捕食シーンが単純にかっこよくて好きっていうのはね、気持ちはよくわかります。自分自身それが好きで飼育しているという側面もありますし、それが残酷だと言われれば否定はできないんですけど、そういった生き物のたくましさとかに魅力を感じることも悪いことではないと思います。で、問題なのは世間からペットとしての認識が根強いハムスターやインコを生きたまま餌にして、それを動画にして全世界に発信してしまったっていうことだと思うんですよね。もう本当に餌として購入したもので本当にそれしか食べなかったっていうんであれば、ハムスターやインコを与えるというのは100歩譲って仕方ないとします。でもそれを動画にして全世界に発信することで不快な気持ちになる人の多さは、もう多分他の生き物の比じゃないと思うんですよね。一般的に餌用とされているネズミやウズラ、ヒヨコなんかもペットとして可愛がってる人はいるにはいるんですけど、まだね、餌用であったり食用としての生き物っていう認識が強い生き物だと思います。俺もよくね、魚やカエル、ザリガニや虫なんかの生き物を生きたまま与える動画を出したりしますけど、普通にペットの餌用としてペットショップで売られてる生き物や食用の生き物を与えるようにしてます。それに比べてハムスターやインコは餌用としての認識はほぼないと思います。
まあ、餌用で販売してるお店見たことはないんですけど、もしかしたらね、個人だとかで販売してる人もいたのかもしれません。で、問題なのは世間からの認識の差で、それに伴う爬虫類界隈への風評被害なんですよね。こういったごく一部の過激なユーザーが悪目立ちすることで、爬虫類飼育者全体が白い目で見られてしまう可能性があるっていうことです。実際ね、ネットニュースを見た方のコメントの方にもそういった意見が見られました。で、そこまでならまだしも、そういった世論は爬虫類の飼育規制にもつながりかねません。で、一度厳しくなった規制はそうそう緩和されることはないです。で、今回告発された YouTuber 以外にも、そういった過激な動画をアップしてる人はちらほらいます。まあ、中にはね、悪気もなくあまり考えずに上げてしまってる人もいると思うんで、爬虫類飼育という趣味を続けていけるようにするためにも、今一度ね、公開する動画の内容とかは考えてほしいなと思ってます。そして、爬虫類を飼っていない皆さんにはね、爬虫類飼育そのものだとか、生き餌そのものが悪だというふうには思わないでほしいなと思います。という感じで真面目なお話をしたところで、今回の動画はこれで終わりです。それではまた次の動画でお会いしましょう。